今回はちょっとコメントでいただいた質問に答えていただければと思います。はい。食器や箸類が使い捨てなのは何でですか？洗って手が痛むのを避けてのことですか？っていうような質問がありました。で、まあいろいろな理由があるんだろうなと思って、俺は答えなかったので、そのちょっと本人に答えてもらおうと思って。はい、お願いします。いろんな本当理由があるんですね。一応ね、お箸類は使い捨てじゃないものもあります。これ、箸。これですね、ステンレス箸ですね。で、普通お箸っていうとやっぱ木材のやつを使うと思うんだけど、使い捨てじゃないお箸を木材使わないのはやっぱカビるからなんです。カビね。カビ毎日のように使うとですね、やっぱり水気を吸ったまんまの時間が長いから、乾かないとカビちゃうんですよね。で、それがすごく嫌だっていうのと、あと木材のやつってそのやっぱそうカビないようにコーティングされているんですよ。で、その塗料がだん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 剥げてきちゃうでしょう。それがね、人体の中に入っていくのが嫌だっていうのがあるんです。で、あと、じゃあなんでこの割り箸使ってんのっていうと、これだってね、ちょっと薬剤の匂いがしたりするやつもあるんですね。で、あんまり好きじゃないんですけど、だから使う前に大体こう洗うっていうか水にちょっとつけそうなんだ。て、そう、まあ普段はね、で使っているんですね。だからそう、どっちかっていうと人体の中にカビだとかそういう薬剤みたいなのを入れたくないからっていうのが箸の理由ね。なるほど。使い捨てを使ってる理由この。も、これは完璧なの？こっちはね、完璧ではないんです。あんまり弱点である。弱点がちょっとあるね。何？音、ああ。私の場合はちょっと音に敏感がある、のでこのカチカ結チ構音すするんね。ですよ。で、洗ってもカチャ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 言うし、こうやってやるだけでチカチャカチャになるわあ、し、なるほどね。となーっていうところがあってね。それと調理するときに、やっぱりこう菜箸、こっちは菜箸としても使ってるんですね。こっちは短いけど、このちょっと長めのやつもあるけど、熱くなっちゃうのさ。なるほどね。で、こっちは熱くならない。あとお鍋も傷めつけないで済むから、なるほどそう、こっね。ちはね、やっぱりはげてきちゃうんだな、鍋でこう菜箸のように使ってると。そういうことか。ね、そう、こっちいいんじゃないと思ってね、使ってはみたけど、あんまり冷麺食べるとかそういうなんか 夏の ちょっと楽しみぐらいにしか使えてなかったですね。で、じゃあここ今ちょっと載せてる紙皿の方ね。紙皿は何で使ってるの？っていうと、これはね、ちょっと単純にお皿がない。お皿を持ってなお皿い。がそもそも少ない。そうなんでそれす。は引っ越し繰り返しで結構捨ててたってそうなんでこす。と。結局ね、引っ越し繰り返すと邪魔になるんだよね、お皿が。一番梱包にが面倒くさいもので、割れないようにとかかさばるし、で、資材がないんです。引っ越しを繰り返す時は新聞を取ってるわけでもないから、お皿をくるむものがなかったりとかするのね。で、そうすると邪魔になっちゃってたっていうのもあるし、でも、まあ、あるにはあるよ。あるんだけど、欲しいんだけど、ここにお金をかけてられないっていうのがある。それより、食材の方がよくって、で、普段自分だけの場合は、このちっちゃい、ある食器で使っているんだけど、使い捨てもよく使うけどね。この間は黒羽さん来てくださってて、人が来てる時はよく紙皿を使うんだけど、で、これは時間短縮っていう意味合いもあるのよね。お皿だと洗うっていう時間が面倒くさかったりとかするしね。
そうで、洗う時もやっぱ手荒れっていうのもね、やっぱ多少はやっぱあるよね。多少は、うん、なる極力洗いたくない、めんどくさいしっていうのもあるし、まあ人が来てるとね、食器が多くなるとね、大変だもんね。大変よ、嫌だよねと思うし、あとは衛生上の問題もあって、うん、今なんかコロナの騒ぎでもあるから、うん、まあ、使い捨ての方が衛生的っていうのもあるでしょ。あれか、冬とかはもうお湯があんま使えないから、食器洗いでずっと水出してるともう手が死んじゃうっていう。うん、あとお湯でどうしても洗いたい、あの油汚れとかもあるので、うん、そうすると今度給湯器の音が嫌で、あんまりお湯使いたくないっていうのとかあるし、うん、だから何枚そうなんですよ、お皿本当に、ね、お皿の方がね雰囲気もいいし使いたいんだけど、うん、まあなんだかんだいろんな理由があって紙皿になっちゃったっていう。なるほど。これ今買ってきてもらったけど、これ1個いくらすんの？え、忘れちゃった。10枚入りでね、2、300円かな。かな。うん。ね、だとするとね、普通のお皿使っててそのガチャガチャやって割れてとかっていうこととかもよくあるんで、うん、そういうの考えるとね。プラスチックの皿とかはどうなんですか？あれは静電気が来て嫌ですね。あ、静電気、うん、今度は。今度は埃を吸着してしまいますので。そうか。うん、ちょっと大きい使えるとしたら結構そういう陶器製というか、ガラスか陶器かですよね。なるほどね。そうすると大変だな。うん、で2種類ちょっと紙皿使ってんだけど、こっちの紙ボールとこっちのボールで、こっちはあの耐油でツルツルしてるんですよね。うん、でそれにこの使い捨てのまたあのクッキングウッドシートなんですけど、うん、これを引いているんですね。うん、こうすることによってこう結露をここに吸着することができるので、うん、まあ、コースターみたいな代わりでこれはよく使ってますね。まあ、うん、まあ、カビ予防か。カビ予防ですね。なるほどね。水滴は敵ですね。水滴は敵ですね。だから私まな板も使ってないんですよ。持ってないんです。どこで切ってんの？まずそのキッチンの台がステンレスなので、その上にこれを引いて、なるほどなるほど、シートをで、そのこの上で切ってるんだけど、なるほどね。だからまな板代わりにもなってるし、うん、まあ、お皿の上にこうやって乗せて、まあ、うん、ラップみたいな感じで使ってたりとか、まあ、こんな風にコースター代わりに使ってたり、これすごい使えてるんですね。薄い、薄いし。なんだっけ、ケーキ？ケーキって、ケーキ、あの、まああれみたいだね。あの、お菓子のケーキじゃないけど。もう経済の経に、木材の木。うん、って書くね。なるほど。わかりました。はい、そんな理由でした。はい、ありがとうございます。